ニーダーザク選手地図東フリースラント諸島は、北海沿岸にある砂上の島々で、ドイツニーダーザク選手に属する。友人島は次の7つである。ボルクム・ユイスト・ノルダーナイ・バルトルム・ランゲオーク、スピーケローク・バンガー・オーゲ・ボルクムはレイア軍、ユーストとノルダーナイ、バルトルムは、アウリッヒ軍、ランゲオークとスピーケロークは、ビットムント軍、バンガー・オーゲは、フリースラント軍に属する。 5つの無人島がある。EN、キャシャラトプレイト EN、レオッチョ HRNEN、メマート EN、ミンセナーオグ EN、メロム EN、グロサンドサンド、さらに東にある、東フリースラント諸島の一部ではない、ユイスト島の南にあるメンマート島、バンガーオーゲ島の東にあるメルラン島の2つは、無人島である。ボルクム島東のレオッチョ HRN は高波に、さらされている。 2003年、ドイツ沿岸警備隊は、サスイエヌ、キャシャラトプレイトは、島と呼べる状態であると発表した。満潮で沈まないからである。しかしに平方キロメートル以下しかないので、人が定住するほどの面積がない。東フリースラントの島は、全体が自動車乗り入れ禁止区域である。ボルクムトのオルダー内は最も人口が多いため、例外とされている。橋で本土とつながる島はない。 すべての島はフェリーで渡航可能である。第二次世界大戦中、オルダニー島にあったナチスの労働収容所に、ボルクムとノルダー内にちなんだ名前の収容所があった。東フリースラント諸島と周辺海域はニーダーザクセンワッテン海国立公園の一部である。現在まで東フリースラント諸島は高波によって面積が変化している。ユイスト島を例にすると、 1650年から境界の場所が5度も変わっていると判明した。ユイストはかつて2つの島で構成されていたが、すぐに1つの島になったのである。バンガオーゲは過去300年間に東へ向かって島の長さ分移動したことが分かっている。この過程で東側に沈石物が溜まることから、島の面積はゆっくりと西岸から侵食されてきている。この結果、西岸は 人工的に補修されている。ありがとうございます。